そういった意味でやはり私自身もそうでしたけど、最初に国会に来た時の焦りみたいなものありましたね。全然ついていけてないじゃないかっていう自分自身の焦りが。でも私の場合は開き直れたんですよ。だって元がバカだから、バカにも分かるように説明できないという政治やその他のものに問題があるだろっていうふうに開き直れたわけですけど、やはり博士みたいにもともと考えが深かったりとか様々なことに知識があるっていう方に関してはさらにアップデートしていかなければならないっていうような大きなプレッシャーがあっただろうなって、私自身はそのことを、今回のこの博士が病を抱えているということを聞いたときに、それを自分の中でこう考えたというか、そういう部分ですね。